ホロコーストの犠牲者たちの名前や写真を連ねた部屋。杉原千恵の検証費と植樹ヤドバシェムは、ナチスドイツによるユダヤ人大虐殺の犠牲者たちを追悼するためのイスラエルの国立記念館である。エルサレムのヘルツルの丘にある。ヤドバシェムは1953年にイスラエル国会の決議に基づいて設置された。ヤドバシェムの宿は、 とって、記念碑、モノバは、トシェムは、名前であり、ヘブライ聖書の、イエシャーヤーの56章5節、我が家のうちで、我が家のうちで、息子にも娘にも勝る、記念の印と名を与え、耐えることのない、常しへの名を与える、から取られている。日本語では、ホロコースト記念館、ホロコースト博物館などと訳すこともある。十八万平方メートルの広さがあり、 ホロコースト歴史博物館、公文書保存書、図書館、出版書、教育センター、ホロコースト研究国際学校、シナゴーグ、記念碑、ホロコースト関連の芸術作品の博物館など、様々な施設が内在している。また危険を犯して、ドイツの迫害から、ユダヤ人を守った非ユダヤ人は、宿バシェムより、 諸国民の中の正義の人として、その名誉を検証される。日本からは、杉原千畝に、宿場シェムより、諸国民の中の正義の人の称号を贈られた。が、ここで検証を受けている。2013年に収蔵する展示物が、ユネスコ記憶遺産に登録された。2005年3月に建てられた、ホロコースト歴史記念館。 ネイサン・ヤコブ・ラ・ポポート作のブロンズ彫刻、最後の更新日本聖書協会、イザヤ書、56、5、ウィキソース。スー・ゼム、I will give with in my temple and its walls, a memorial and, a name better than sons and daughters, I will give them an everlasting name that will endure forever. 首相、大逆殺記念館で演説、中国に、反論の意味も、 読売オンライン httpww. w 読売 c o j p p o l i t i c s 2 0 1 5 1 1 9 8 1 t 5 8 0 html2015 年1月19日閲覧首相ホロコースト博物館を視察悲劇を繰り返させない日本経済新聞 http://www. コロンススララッッシシュュ日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXLASFS19A167Z10C15A1PP80002015 年1月19日閲覧ユネスコメモリーオブザワールドアーカイブスハットザインターナショナルスクールフォーホロコーストスタディーズハットアバウト The Central Database of Shore Victims Names ありがとうございます。